ジョルジュ・ミーツはスイスの体操選手である。彼は1924年パリオリンピックから1936年ベルリンオリンピックの4大会にかけて金メダル4個を含む8個のメダルを獲得した。ミーツは第二次世界大戦前における巧妙な体操選手の一人だった。1924年のパリオリンピックでオリンピックに初出場し、この時は団体競技で 銅メダルを獲得している。次の1928年アムステルダムオリンピックがミーツにとっての最高のオリンピックとなった。この大会で鉄棒、団体競技、個人総合の3種目で金メダル、あん馬で銀メダルを獲得した。続く1932年ロサンゼルスオリンピックでは床運動のみに出場して銀メダルを獲得した。 最後のオリンピックとなった1936年のベルリンオリンピックでは、床運動で金メダル、団体競技で銀メダルを獲得した。その他の主な大会では、1934年にブダペストで開催された世界体操競技選手権の団体と床運動で優勝し、鉄棒で銀メダルを獲得している。彼は長寿を保ち、余生を 体操競技の進行に捧げた。ジムナスティックス・アット・ザ・1924・パリ、サマー・ゲームズ2011年1月15日閲覧。ジムナスティックス・アット・ザ・1928・アムステルダム、サマー・ゲームズ・アーカイブド2012年11月9日、アット・ザ・ウェイバック・マシン、2011年1月15日閲覧。 ジムナスティックス・アット・ザ・1932ロサンゼルスサマー・ゲームズ2011年1月15日閲覧ジムナスティックス・アット・ザ・1936ベルリン・サマー・ゲームズ・アーカイブド2016年6月22日アット・ザ・ウェイバック・マシン2011年1月15日閲覧ジムナスティックス・ワールド・チャンピオン・シップス面・メン Tamsa tspor t s 一、二、三。com アーカイブ。二千十一年十一月三日。ウェイバックマシン。二千十一年一月十五日閲覧。ジムナスティックスワールドチャンピオンシップスメン。f l o r a t s p o r t s。一、二、三。com アーカイブ。二千十一年十一月三日。ウェイバックマシン。二千十一年一月十五日閲覧。 ジムナスティックスワールドチャンピオンシップスメンホリゾンタルバーアットスポーツ123コムアーカイブ2011年11月3日ベイバックマシン2011年1月15日エツランツナ上り競技は1896年のアテネオリンピックから1932年のロサンゼルスオリンピックの期間中に合計4回オリンピックの体操競技種目として実施されていたこの種目は 1924年パリオリンピックのみで採用された。ありがとうございます。